こんにちは、ブランド林社長です。グレートランド響です。すでに店頭では大変ご好評いただいております、はい、グレートガードの、まあ、再販分ですね。そうですね。過去にそのグレートガードの解説自体はしてますので、まあ、この辺にあの動画貼っとこうと思うんですけども、かなり、心待ちにしていただいているお客様多かったようで。そうですね、うん、やっぱり店頭とかでもよく言われたのが、うん、前回がね、あの買えなかったし、あとフーディに関しては前回オンラインだけっていう、まあ、ちょっといろいろわけあってね、オンラインだけの販売。そうやったっけ。そうですよ、社長が。そうや、そうそう、スウェットが売れすぎて、そう売れす、なんかのちょっとそこ覚えてないですけど、オンラインに回すのがなくなったんや。あ、そうでしたね。でフーディをオンライン出したんや。はいはいはい、そう、ね、フーディはだからオンラインだけだったっていうので、あのオンライン普段購入いただいてる方はちょっと別かもしれないんですけど、うん、店頭ではやっぱり前回はクルーネックを購入してくださった方が今回フーディーもっていう方も結構いらっしゃったなっていう感じですかね。なるほど、うん、まあ最初に僕がもっと思い切ってたくさん作ればよかったんですけどね。そうですね、あんまり思い切ってない数ではありましたからね。いや、これがね結構あって、あの、はい、オンラインストアの方で画像を見ていただいたら分かると思うんですけど、まあ、日焼け加工がね、はいはい、されてたり、こうダメージ加工とかハンドペイントっていうのがあって、うん、結構お金かかってるんですよ、これ。はいはい、うん、っていうのと、あと職人さんがほんと一個一個やってるので、例えば仮に100着って言ってオーダーしちゃうとすっごい納期がずれちゃうっていうのがあるわけですよ。っていうので1回目の入荷というか生産というのはかなり数絞ったんですよ、はい。まあ、今回もあのリストック分も数は絞って、そんなねないんでね、正直。そうなので、まあ今回はその、まあ、サイズ感等々もね、もうご説明はさせていただいてるんですけども、まあ、店頭、ね、まあ、あの大阪にねなかなか来れないっていう方もたくさんいらっしゃるということで、オンライン心待ちにしていただいてるかと思いますっていう中で、まあ、店頭での、まあ、接客させていただいたりだとか、お客様の反応とか、はい、まあ、おサイズで選ばれたり、フーディーかクルーネックかとか、ペンキありかなしかとかっていう、そのお客様のその現場の声をね、はいはい、あの響き店長にね、僕から逆に聞いてみようかなと思いまして、はい、まあ、それ僕は発売日、ね、風邪ひいて休んでましたからね、まあ、言ってなかったんでね、はい、基本僕が、はいはい、だからあの新しい斬新な形ですけど聞いてみようかなと思ってます。ということで最後までご視聴よろしくお願いします。え、実際どうやったの、温度感としては。もう正直な感じだと、うん、いつもうちのオンライン、新商品の時って、うんうん、まあ、結構並んでいただくことが多いと思うんですけど、うんうんうん、今回はそういう感じではなかったけれども、うん、なんかずっとこう来てたお客さんに来ていただいてた感じ。今日も 4,5 着今日ももちろん売れてますし、これ撮ってるのがもう発売から3日目ですか。そうですね、4日目ぐらいかな、はいはい、だからあのなんていうんですかね、やっぱり普段ってあの、店頭出して2日後とかに、ね、うん、オンラインやってたじゃないですか、うんうん、で基本的に土日っていう感じにしてましたけど、やっぱりその 土日がそもそも休みじゃない方とかもいらっしゃるようで、で、あの、まあ、今週あの週頭から来ていただいたりっていうのもありましたしね、実際、はいはいはい、で多分あと前回、うん、あの店頭で購入いただけた方とかだと、そのクルーネックだったからもうスウェットの、うん、まあ、ペイントありなしはもうその、うん、好みがあると思いますので、うんうんうん、もうこれ買うみたいな感じで決めてしていただいた方とかは、うん、もう切って別に試着とかもなく、もうサイズ感分かってはるんで、そうですね、そのままパッと買ってっていう方も結構いらっしゃったなっていう感じでしたね。女性の方も結構お買い上げいただいたみたいで。そうですね、着ていただいたりもありましたし、あのなんかうちはそのちょこちょこあるんですけど、うん、あの代理購入の方多いです。要は多分来れないのかな、うん、お仕事とか で、うんうん、で代理購入の方はいつものことながら結構あの来ていただいてって感じでしたね。なるほどね、はい、やっぱそのペンキありかなしかで結構悩まれるお客さんもいらっしゃったの。いや、それがね結構決め、僕はこっちがいいですみたいなのは結構、ただだから来る前に悩んではったのか、前回の販売の時にもうある程度悩んで、前回多かったからどっちみたいな。まあそれでね、その買っていただいた方も、はい、ちょ買えなかった方も、はいはい、もうその一回悩んでるからね。そうそうですね。で多分グレートランドオリジナルとしてはパックティー除くと、はいはい、販売から再販までのスパンが一番短いアイテムなのかなと思ってます。うん、だから元から作っときゃよかったよね。
まあ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 そうなんですけどただまあ言ってもちょっとだけ時間が空いてるっていう中で、うん、前回やっぱそれ一着そのちょっとパターンは違いますよ、うん、それはフーディーとクルーネックとかペイントありなしだと雰囲気が違うんですけど、うん、あの一着ある程度もう持ってきてはる方がもう一着っていうのはやっぱ嬉しいですけどね、うん、あなるほど、うん、でそれって結局だって初回販売の時に買ってくださって、はいはい、気に入らんかったらネクスト購入ないやん。まあそうですね、うんうん、実際来ていただいてあのっていう方はすごい嬉しいですね、まあ、結構あの転売目的の方もお問い合わせも多いようで、あでも最近はね別にグレートガードに限らず、うん、なんかあの見てはるかもしれない、まあ、あるんすよあの、まあ、販売前に連絡があるんすよ。いいんすけどねその複数購入は基本的にもうダメなので、うん、店頭も、まあそうすね、まあ、オンラインはボット対策って形であの前回のローガン5イヤーズも、はいはい、家帰って僕焼酎飲みながら、はいはい、でもあれなんか10時半ぐらいにしようかなと思ってたけど、はい、みんな更新連打してるの申し訳ないなと思って。あ、そうっすね。結構もう早めにパンって出すみたいな。なるほどなるほど。まあまあ、ね、今回のグレードガードもあの新たに、はい、改めてというかあの同じ形で、URL を変えますので、はいはい、一旦今お気に入り登録していただいているものも販売ページ変わっちゃうので、うん、お間違いないようにお願いします。どっちが好きなの？僕ていうかまあフーディーのペンキやりペンキなし、クルーネックのペンキやりペンキなしあるやん。はい。順番つけて、もうあえて、これ仕込みなしですよ。僕の普通になんか好きな順ってことでいいんですよ、ね。そう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 。いやまあでもクルーネックのペイントなしは好きですね。うん、最初に買ったやつ？あそうっす。うん、と僕最初クルーネックのペンキあり買ったんですよ。そうですね、そうですね。2人ともフーディーはそもそももうごめんなさいでオンエアしたからそう、まあ、フーディーはそもそも僕ら買うって選択肢がなかった。そうですね、あれはローガン5イヤーズも僕ら買えなかったんで、はい、うん、そうなんですよ。でも次ってなるとそのフーディーのペイントかなと思いますね、あるやつで。ああ僕が今着てる。そうですね、要は、うん、そのあれなんですよ、これね、フード、うん、まあフードにもダメージが入ってるんですけど、うん、ちょっと加工で、うん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 、ちょっとこうなんですかね、この辺がうるさいじゃないですか。うるさいっていうかボリュームがあるじゃないですか、うんうんうん、で、でも焼けが入ってるけど、うん、ペイントが入ってることによって全体的にこうなんかまあよく聞こえないかもしれないけどガチャガチャっとしてるのがいいんですよ、うん、なんかそのバランスが。でクルーネックの方はなんか要はこうなんていうんですかね、まあ、すっきりすっきりとグラデーションも出るし、うん、っていうのである程度着やすいっていうか、まあ、いや響きもさ、はい、そんな小顔ちゃうやん。まあそうですね、これでごまかしてますけどね。結構、はい、結構丸いし大きいですよ、うん、僕も全然小顔これでごまかしてますけどね、うん、っていう中でやっぱね俺結構フーディーに逃げちゃうよな、まあ、フーディーはねどんな方が来てもここにボリュームが出るからねこればっかりはもうそうなんで。そう、どんな方でも、はい、やっぱりちょっとこうクルーネックの方がやっぱちょっとごつくねってなるやん。あ、そうなんですよ。これでもね試着されないと分かんないかもしれないけど、うん、やっぱそうなんです、ここがない分髪の毛が僕みたいにこの辺まであれば関係ないんですけど、うん、上げたりするとやっぱこの辺りがねちょっとでも結構あとここ切ってフードかぶの好きやから。あ、そうですね。だから今回僕もこの、やっとフードのペンキ変えたんですけど、はいはい、そこですよね結局。顔ちっちゃく見えるからな。まあそれはで、あとちょっとフード大きめなんで、うん、これはなかなかいいかもしれないですね。だこれがだからね、あの僕最近思ったことなんですけど、うん、こう日焼け加工をしてます、まあ、ペイントとかクラックとかプリントも割れてるじゃないですか、うん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 、っていうちょっとヴィンテージライクなテイストで、うん、本来って古いパーカーってフードちっちゃいじゃないですか。ちっちゃい。で多分これは人によるんですよ。それを今ちょっとフード大きめのわざとそういうボディを使ってるから、うんうんうん、今っぽく着れるんですけど、うん、そこにあの正直違和感を覚える方もいらっしゃるとは思う。ヴィンテージを見てる方はね。ヴィンテージかよそんなもん。でもそれってそのなんていうのかな、うん、ファッションとして見た時には、うん、やっぱりちょっと、うん、うんってなる方がほとんどだと思うんですよ。フードがちっちゃいと、フードがちっちゃかったりシルエットとかね、うん、だかそういうところのいいとこをこう配合させてるってイメージなんで僕は、うん、だそれがなんかちょうど今の感じで特に ね、うん、そういう焼けてるパーカーとか着ても古着で買えるものを作っても意味ないんでね。し、まあ、正直こういうサイズ感で着れるこういう雰囲気のものっていう風になると、うん、なかなか厳しい。なかなかでございますよ。今シーズンに変えたら超ラッキーくらいじゃないですか。
だからやっぱ何年かスパンで探してみたいな、オリジナルヴィンテージとか。そうそう、まあまあそうやな。もちろんそうなってくるんで、気分とかでやっぱ着れなくなるとかっていうのもあるし、まあ、そういうのが僕は今回やっぱこれ実際僕も着ててとかお客さんと話してて、やっぱそこが一番こう皆さんに届いてるのかなとは思ってますけどね。で結局響きは買ったのはクルーネックの、ペンキなし と、こいつですね、ペンキありのクルーネック、はい、僕はクルーネックのペンキありとフードのペンキありです。あ、はいはい、うんうんうん、あ2人だから共通で言うとクルーネックにはなるんですか。まあでもそれはそっか、っていうかまあそもそもだってクルーネックしか買えなかったもん。お酒がパーカー欲しかったもん。はいはいはい、なんかねやっぱりね僕はパーカーの方が好きなんですけどね。まあでもここばっかりは体感だとやっぱなんか綺麗に、これあれですよ、そうそう、店頭のお客様の反応はどうなるの。トータルで見るとすごく綺麗に分散してますね。だから結局どれがいいっていうのは難しくて、コーディネートとかどういう風に着たいかで、だそれこそだからこのペイントの感じが無理って方も絶対いらっしゃるし、あ、それはいらっしゃると思う。日焼けの感じ欲しいけどみたいな方ももちろんいると思うし、そこのニーズに合わせたんじゃないかと。だからこれは僕も実際どっちも着ててそう感じるんで、まあまあどういう風に着たいかっていうので選んで、まだねお持ちでない方でオンライン、まだオンラインはだからもう僕らもさすがにバカだけどバカじゃないから、はい、オンライン在庫は今回ね、いやだからでも違うんですよ、店頭で、いやでも準備できそうなんですけど、店頭で残ったやつをって、あ、僕書きました、いやじゃあ僕がインスタに書きましたっていうのも思ったよりちょっとねすいません、数が別にそこまでめっちゃあるわけではないんですよ正直。そりゃそうよ。だから万が一ですよ、店頭1週間先出してるじゃないですか、はいはい、オンライン部を確保してたとして、はい、店頭に来ていただいたけど2回目もないってなると悲しいかなと思って僕の判断でそうしちゃったっていう。でも大阪ビーキですね。まあベースに大阪で店頭ありきでもやってるとこがある、はい、でも現状おそらく全部オンラインの在庫あると思うんで、うん、出せると思うんで、ローガンデニムの5ヤーズが30秒やったんで、ね、まあ、全部更新としてもなかったもん。あ、まあ、オーダーのとこが全部見たっていうかね、1分以内のオーダーだったからありがたいことに、発送もねちょうど今日数だから頑張ってやってますけど。あ、そうですね、はい、はい、ってことでまあ秋は来ないと思うんですよこれ。うん、しやっぱほんまに1個言っていい、はい、ぶっちゃダサいこと、はい、結構女性受けがいいんですよねこれ。あ、そうですか。ブレードランド始まって以来の女性受けナンバーワンアイテムかもしれない。あ、そうですか、うん、ちょっとみんな可愛いっていうね。あ、まあそうか、確かに言われてみれば可愛い系のアイテムなんかもしれないですね、うん、はい、やっぱこのタンタケのこのシルエットで、そう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 、これをねやっぱり一回着るとねやみつきになりますよ。そうです、特に春とかはこれ一枚でまさにね、もうほんともう10日10日発売して、はい、まあ、お手元に例えば12、13とかにお届けできたとしたら、はい、もうその日から、うんうん、まあ北海道とか別だと思うんですけど、まあまあでもまあね車移動の方とか特に、うん、来ていただけると思いますので、うん、ぜひともグレートガード、はい、まあ、4種類から選べますので、そうですね、サイズ感はもう本当に響きが L、 僕が XL って感じで、そうですね、うん、それ基準で見てください、はい、ということで3月10日、はい、月曜日、日曜日、日曜日ですね、日曜日、はい、3月10日日曜日夜10時から、商品ページは、ボット対策のため変わりますのでご注意ください。なんとかご用意できましたので、はい、皆様のご購入をね、はい、こうか、まあこうすか、はい、こうか、はい、心よりお待ち申し上げております、はい、僕も響きも個人的にかなり、気に入って納得して、うん、お届けできるアイテムですのでよろしくお願いします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤーの社長とグレートランド響きでした。バイバイ。